体何なんだ。いくら考えてもあの祭壇で見つけた機械の正体がわからない。また混乱してきた。ここにかつて私の助手をしていたあの眼鏡をかけた神経質な男がいれば、名前は何だったかな。ジェラルド、ジェラーデ。運が悪い連中から頂戴した機器をいじるのが好きだったあいつだ。奴がここにいればよかった。いい奴だった。そういえば初めてアークという言葉に触れたのも、奴が拾ったその手のガラクタの内部にそれが刻まれているのを見つけた時だった。だが奴がコンプソグナトスにやられたのは残念だった。あのような優れた助手がいたら、こんな荒涼とした砂漠に来ることもなかっただろう。いや、こんな調子ではダメだ。ロックウェル、弱音を吐くな。与えられた機会を最大限に利用するんだ。さてと、灼熱地獄から避難できる場所を見つけたことだし、この日陰の休息所を拠点にして我が探検の目的を明確にしよう。意味もなくたださまよっていてはジェラルドと同じ運命をたどるのがオチだ。まず地元の部族を見つけよう。もちろん物資と乗り物を手に入れるためだ。次に祭壇の壁を覆っていたあの奇妙な金属について調べる必要がある。軽く調査しただけであれには驚異的な可能性が秘められていることが分かった。だがこの地でも見つけられるだろうか。砂漠ほど自分の死を意識せざるを得ない場所はない。私が屈強な若者であればこの砂漠で一人何年も生き抜くことができたかもしれない。私はかつて空のフラスコ瓶とお気に入りのパイプのみでベンガルトラをやり過ごしたことがある。この間に合わせの槍があれば怖いものなしだったはずだ。しかし年を重ねるにつれこの忌々しく無慈悲な太陽が体力を奪い続けていることを実感する。日に日に移動できる距離が短くなっている。どれだけ原始的であろうと一日も早く文明を見つけなければならない。しっかりとした道具と物資がなければこの冒険も長くは続かない。見つけた。人間の痕跡をついに見つけたぞ。今日の午後最近つけられたばかりの足跡が遠くへ続いているのを発見した。人のものと大型の家畜と思われるものが混在していた。誰の足跡かはわからないし彼らの文明度も不明だが贅沢は言えない。救世主がいただけでもありがたいと思わなければ。体力が戻り次第正体不明の足跡を全力で追いかけよう。素晴らしき紳士にして学者のサー・エドモンド・ロックウェルの物語を今日ここで終わらせるわけにはいかない。救済。何時の名はプロフェッツレスとなり適切に食事をし日陰でしばらく休むと間に合わせの砦はその名に全くふさわしくない場所に思えた。だが砂丘の向こうに立つ壁を最初に見た時それはまるで黄金鏡のように私の目に映った。私は偶然の発見をただ感謝した。ここに来て出会った住人はほんのわずかだが彼らは食べ物と休む場所そして体を拭くための濡れた布を提供してくれた。どうやら友好的な部族のようだ。しかし彼らの服装には首をひねりたくなる。あのローブは機能よりも儀式的な意味合いを重視したものか。プロフェッツレストは要塞というよりはむしろ飛び地や修道院のようである。名前からしてそうなのだろう。そうに違いない。奇妙に思えるかもしれないがここの原住民はアークのオベリスクを中心に原始的な宗教を作っていた。彼らは1日に3回異なるオベリスクに向かって祈りを捧げる。その服には赤、緑、青の星が描かれている。青いオベリスクは近くにあるため特別視されているようだ。彼らの自分の信じる迷信について魅力的なまでに無知であるため私が遭遇したことのある野蛮な宗教とは大きく違う。またプロフェッツレストは医者を必要としており私には物資が必要だ。プロフェッツレストがなぜあれほど水に対して気前がいいのか分かった。庭の端にある井戸は地元の人間がスイメクと呼んでいるものの上に直接建てられている。この存在はちょっとした奇跡だ。だがあの祭壇で私が目にしたものに比べたらちょっとしたという形容詞がしっくりくる。アークはあの島がそうであったように星の中を漂っているのだろう。途方もない発想だ。そんなことがありうるのか。私には知る由もないがあの素晴らしい金属鉱石が鍵になっているはずだ。それだけは間違いない。修道院の医者としての私の仕事の多くは取るに足らないものだ。時折負傷した守衛がやってくるが
熱中症や軽い病気などの治療が多くを占めている。このためプロフェッツがオベリスクについて知っている程度のことを学ぶ時間が十分にあった。彼らは文字通り信仰の柱となることについて驚くほど無知である。オベリスクが起動可能な装置であることも知らない。言わずもがな、起動させた経験もない。アーティファクトについては多少の理解があるようだが、どちらにせよ私は探求を続けていくしかない。信じられない。この偶像崇拝の間抜けどもは判断力のすべてを盲目な献身と入れ替えてしまったのか。息苦しいほどの暑さの中で何年も過ごすうちに頭が狂ってしまったのか。私はようやく修道院の聖域を見ることを許されたが、この原始人どもの崇める祭壇の上に安置されていたのは、私が島の地下で見つけたものと似た輝くアーティファクトだったのだ。だがここのバカどもはそれを利用するでもなく、研究もせず代わりに祈るばかりなのだ。このアーティファクトの正しい価値はここにいる間抜けどもにはわかるまい。神聖な遺物だと全くだな。時間はかかったが、ようやく一人で生きるための十分な物資と道具が集まった。これらをラクダのような獣に乗せるのは骨の折れる作業だった。しかし何より大変だったのはアーティファクトを盗むことだ。内部は常に見張られている。私は守衛たちの交代時間を注意深く観察し、誰の飲み物に薬を入れるべきかを見極めた。その後も迅速かつ抜け目なくことを進めた。そうしなければ朝の祈りにやってきた祭司に気づかれてしまう。彼らが気づく頃にはもう手遅れだ。サー・エドモンド・ロックウェルはいつも敵の一歩先を行く。それも単なる一歩ではない。奴らの手が届かないほど大きな一歩だ。プロフェッツレストを立ってから数日経つが、どうやら尾行されていないようだ。予想通り奴らは私が最も近くにある青のオベリスクを目指すと踏んでいるのだろう。残念ながら私が目指すのは緑のオベリスクだ。単細胞の狂信者どもを出し抜くのはたやすい。私はお前たちの遥か先を行くぞ。邪魔者がいなくなったところで少し腰を落ち着けて、奴らの聖なる遺跡とやらについてしっかり調査しておく必要がある。使われている材料が星明かりの祭壇の金属鉱石との類似性についてとても興味がある。オベリスクは私が想像していたよりも強くアーティファクトに反応している。島にある各オベリスクからこのような反応を引き出すためには8つのアーティファクトが必要だ。3つでは足りない。つまりアークが私のために用意した恐ろしい獣を召喚する前に洞窟探検はこれ以上しなくても良いということだ。あとはあの獣だ。私の若さとお気に入りのパイプをもってしてもネルバが戦ったようなドラゴンに勝てる見込みはない。一人ではなおさらだ。相棒が必要だが適任者はいるだろうか。原住民たちと接触するため北に引き返すことにした。もちろんリスクを伴うのは分かっている。オベリスクを崇拝するカルトの息がかかったそやな連中がどれだけ待ち受けているだろうか。しかし私の知る限り人がいることが確定している唯一の地なのだ。力を貸してもらうための対価はあまり持ち合わせていないが、少なくとも一つのアークのトライブとなら交渉する余地はあるだろう。気づけば何年もあの島の外交を担ってきた。私は経験豊富で雄弁な交渉者だ。原住民と同盟を結ぶくらいは朝飯前だ。なんという不運だろう。私の優れた方向感覚のおかげで現地の開拓地にたどり着くことができたのに、そこを訪れたのは私が最初ではなかった。バーニングフェニックス一派は略奪集団で、私が到着した時には貯蔵庫から物資を略奪したり居住者たちを奴隷化していたのだった。当然その無法者たちは私の姿を確認すると貴重品などを奪っていった。悪党め、日記だけは死守したが他はほとんど取られてしまった。最悪だ。武闘派のトライブを見つける必要がある。これを良い機会と捉えるべきだろう。頭の固い野蛮人どもめ、礼儀正しく紳士的に何度も頭を下げたのにリーダーに合わせてくれない。愚かな未開人ならともかく、集団の長ならまだ話が通じると思うのだが、それと周囲から聞こえるこの鳴き声はどうにかならないものか。これでは全く集中できない。囚人たちの半分はここやあそこを怪我したと嘆き、残りの半分は意味もなく絶えずわめいている。まあいい、私が怪我人を見てやればこの耳障りな騒ぎも少しは収まるだろう。
ついに静かで落ち着ける場所を手に入れた。衛兵たちにより私は個室へ移された。移動の理由を教えてくれなかったが、治療中に彼らの視線を感じることが何度かあったので、おそらく私の医療技術に目をつけたのだろう。この地では医者が必要とされているようだが、そのことは驚くには当たらない。ここも他の場所と同じということか。それならそれで構わない。医者としての私の技量は衛生兵の域を超えないが、自分の立場が有利になるなら与えられた役割を演じ続けよう。何日もかけて移動した末、ようやくバーニングフェニックスの集落に到着した。かつての仲間たちは奴隷小屋に連れて行かれたが、私は部族長の面前に立たされた。その昔栄華を誇ったタタール帝国の話を聞いたことはあったものの、彼らの地に足を踏み入れたことはなかった。ただどこからどう見ても部族長のティムールは伝説のカーンに生き写しだった。威厳ととっつきやすさを兼ね備えた彼は、皮と骨でできた王座に腰掛けたまま苛立った様子で私に問いを投げかけた。彼は私の知性と紳士的な立ち振る舞いに感銘を受けたようだ。はっきりとそう口にはしなかったものの、それは明らかだった。なぜなら彼は独房ではなく、こじんまりとした個人用の寝室を私にあてがったからだ。ティムールが医者を求めた理由をずっと考えている。彼は至って健康そうだし、私がここに来て以来患者という患者を見ていない。まあこれ以上考えても仕方がない。ティムールには妻がいて、妻は子供を育てている。血に飢えた侵入者でさえ恋に落ちることはある。あるいは少なくとも家族を求める。私自身は女性を守り子を授けることを求められなかったので、少し変わっているのかもしれない。出産の時に子供や妻を失うリスクに耐えられそうにない。そしてそうなった場合、私はすぐさま後を追うだろう。ナスリンと彼女の夫は全く異なる人間だ。彼女は小さな花のように控えめで、というよりは妊娠がそうさせているのかもしれない。今も自分のタイミングが適切だったのかは判断をしかねる。数週間後にティムールは医者を必要としないかもしれない。しかし準備をする間もなく馴染みのない状況に立たされる可能性もあるのだ。私が置かれている困難な状況は置いておくとして、この一連の出来事をとても興味深く思っている。アークで次世代にバトンを渡す可能性については思ってもみなかった。しかし考えてみればこれは自然なことだ。その他の動物と同様に人類にも生殖本能はある。それが種を持続させる唯一の方法なのだ。ロックウェルよ、お前は成し遂げたのだ。母子ともに無事で、ティムールは父となったことを誇り、私の頭はまだ肩にくっついたままだ。私がティムールの祝いの宴の主賓でさえあった理由でもある。バーニングフェニックスの余興の競技は楽しかったとは言えないが、食事は美味しかった。私はティムールにオベリスクやアーティファクト、それらによってもたらされる莫大な力についてささやくことで一時的な信頼を得られることも確信していた。彼が行動に移るまでに時間はかかるかもしれないが、注意しておけば私は彼を将軍に変えることができるかもしれない。サー・エドモンド・ロックウェルはまたしても説得に成功した。不運なキャラバンや村々を破滅させているバーニング・フェニックスに対して我慢の限界が来た私は、ティムールにオベリスクの守護者を相手に力試しをしてはどうかと持ちかけた。確かに不安はある。ティムールはネルバのようなリーダーではないし、彼の敗北は私の敗北を意味する。それでも他に選択肢はなく、成功の対価はそのリスクを補ってあまりある。オベリスク、星明かりの祭壇、それにあの貴重な功績があれば、私が科学者、紳士、探検家であった歴史を刻むための礎となるだろう。見つけたぞ、ついに見つけた。祭壇にあった謎めいた功績と同じサンプルだ。あの恐ろしい獣が保護していたのだろう。ティムールと彼の残虐性には感謝しなければならない。彼がワイバーンの背から飛んだ時はもうダメだと思ったが、あいつはあの化け物の角をつかみ目を執拗にえぐった。あれほど残忍で効果的な蛮行は見たことがない。もちろんこの戦いで多くの仲間を失った。だがこれも想定内だ。進歩は犠牲を伴い、彼らがそれを認識していなくても彼らの死によって人類は未来に進むことができるのだ。この功績は本当に特別だ。凍えるような砂漠の夜でも触れば暖かいし、
まるで心臓があるかのように脈を打っている。私が知っているどの天然素材よりも軽くて丈夫だ。このような物質から何を作ることができるだろう。名前でも考えるべきだろうか。何が良いだろう。ロックウェリウム、レドモニウム。残念ながら今は他にやるべきことがある。ティムールとバーニングフェニックスは役割を果たした。いつまでも甘えているわけにはいかない。偉大な戦士に求めていたものを渡す時が来たようだ。ティムールに憐れみを。勝利に浮かれるあまり最大の脅威が迫っていることに奴は全く気づいていなかった。今その体は自分が倒した獣の切断された頭部の下敷きになっている。両目は腫れ上がり、開いた口からは血が流れ落ちている。少なくとも私の記憶ではそうだ。私は自分の手柄に酔いしれることもなく、バーニングフェニックスの戦士たちの最初の一団が毒入りのご馳走に倒れるとすかさずその場を去り、夜の闇に消えた。アーティファクトとエドモニウムを手にして悪党どもには天罰が下ったのだ。私のような紳士的な学者にふさわしいもてなしを怠ったせいだ。彼らがいなくなり、この砂漠の未来は明るくなった。バーニングフェニックスの野営地から守備よく立ち去ったが、手持ちの物資を確認する暇はなかった。狩りをして補給しなければならない。だが一向に構わない。かつて私はセレンゲティの平原で突進してくるサイを打ち倒した。あの頃の元気はもうないかもしれないが、野営地から持ち出したこの武器があればなんとかなるはずだ。友好的な部族に遭遇したらすぐに武器を情報と交換することも考えたが、弾薬を数発自分のために取っておくのもいいだろう。使える器具は限られていたが、エドモニウムの初期実験をなんとか行うことができた。私の知見に基づけば、一般的な溶鉱炉ではエドモニウムの鉱石を溶かしてインゴットにするのは不可能だ。おそらく金属結合の度合いが強すぎて融点が通常の金属よりもかなり高くなっているのだろう。もっと本格的な実験のためには研究所のような施設を作らなければならない。しかしサンプルの量が少ないため、後先を考えず実験に没頭するわけにもいかない。クソ、この件についてはまた後で考えよう。グズグズしていると砂嵐に巻き込まれる恐れがある。忌々しい天気だ。砂嵐のせいで馬とはぐれてしまった。しかも空が晴れるとあの裏切り者のミスウォーカーと再会する羽目になってしまった。私に会えてどれほど嬉しかったのか、彼女はあらゆる嘘を撒き散らした。だがあの女の本性など全部お見通しだ。彼女の狙いは間違いなく私のエドモニウムだ。手っ取り早く私を殺して奪おうとしないのは、私の知恵がなければその活用方法がわからないからだ。ミスウォーカー、それならばこちらにも考えがある。しばらくは温厚な老科学者を演じさせてもらおう。しかしお前に騙されることは二度とない。自分に先を見通す力があったことを感謝しよう。ミスウォーカーがあの島で囚われの身になった時、私は自身の存在を隠した。だから彼女は私が彼女の裏切りを知らないと信じ込んでいる。それを巧みに利用して私はあの詐欺師を逆に騙してやった。彼女に連れ添ういかめしくて口うるさいあの女はまた別の問題だ。あいつは鋭く疑念に満ちた視線でこちらを睨んでいることがよくある。ティムールと同じ方法で対処してやってもいいが、彼女はティムールより用心深いかもしれない。ひとまずできるだけうまく私の本性を偽ることに集中しよう。私はミスウォーカーを買いかぶっていたのかもしれない。エドモニウム鉱石については特に興味はなく、彼女が関心があるのは私が持っているアーティファクトだ。もっと早く気づくべきだったが、彼女の専門は生物学だ。エドモニウムの特性など彼女には理解できないだろう。この事実に少し安心したよ。ミスウォーカーが私を出し抜こうと企んでいたとしても、彼女が狙っているものは的外れだ。エドモニウムの研究に細心の注意を払っている限り遅れを取ることはない。怖そうな目つきで睨んでくるあのワリ・アル・アスワドという女とは早くおさらばしたい。向こうもそう思っているはずだ。彼女は星明かりの祭壇へと続くアークの入り口まで我々を送り届けてくれたが、別れの手土産はそれだけだった。砂漠の魔女がいなくなればミスウォーカーと私にとって状況は好転するだろう。ミスウォーカーはエドモニウムに秘められた力に全く気づいていない。そして島で彼女が言った策略について私が何も知らないと信じ込んでいるようだ。
彼女がおもちゃや骨董品で今後も遊びたいなら続けるがいい。暇だったら手伝ってやってもいい。ひとまず彼女の目と鼻の先で宇宙で最も素晴らしい物質の秘密を私が解き明かしてやろう。